こんにちは、脱サラ大手メーカーの脱大目です。今日はパナソニック元 Google 社員のヨーキーさん、新サービス立ち上げ、経歴とサービスを解説というテーマでお話をします。まずは簡単に自己紹介です。このようになっています。動画を概要欄に貼っていますので、よろしければご覧ください。さて今日なんですけども、元 Google 社員の松岡陽子さんですね、こちらの方の経歴を説明しまして、新サービス紹介という順番でお話をします。まずは松岡さんの経歴からです。でまず通称ということで、松岡さんですけども、陽子さんという名前もあって、アメリカではヨーキーと呼ばれてたそうです。アメリカでいきますと、かなりその通称だったり、略称で名前を呼ばれることが多くて、ヨーキーさんで浸透していたみたいです。16歳の頃ですね、テニスプレーヤーとして渡米をしまして、でただ怪我が続いたということもあって、そこから研究者の道を志したみたいです。で大学の専門なんですけども、大学は MIT ですね、マサチューセッツ工科大学に進学しまして、で大学院の修士では人工知能ですね、今をときめく AI ですね、でさらにはコンピューターサイエンスを専攻しまして、博士号では電気工学を新たに勉強しまして、続けてコンピュータサイエンスをやったという経歴になります。で98年にはハーバード大学の工学応用科学部というところで博士の研究員をされてたそうです。そして2001年に、ここで教授ですね、カーネギーメロン大学というところで5年間ぐらい教授をやられて、でさらにワシントン大学の教授をされてます。でその中ではロボットによる人体だったり脳のリハビリ機器の開発というものに携わっていたそうです。主にですね、身体障害がある方に対する、テクノロジーでよりよく生活を送れるようにするというような開発ですね。で2009年からは GoogleX の創立メンバーということで、ここから Google に参画すると。で2014年には Nest という会社に入りまして、で Nest はガレージベンチャーと言われる会社で、本当にガレージで製品の開発をする従業員が10人以下の会社に入ったそうです。で、後に Google に買収されるので、かなり成功した会社かなと思います。で、2015年にはクオンツという会社に入りまして、そこで初めて社長を経験します。で、2016年には Apple に参画して、ヘルスケア製品の開発。ヘルスケア、健康関係ですね。Apple Watch とかもそうなんですけども、心拍数を取ったりとか。そういうような製品の開発に携わっていたと。で、2017年にまた Google に戻りまして、でそこでバイスプレジデントですね、副社長を経験すると。で、アメリカの会社でよくあるんですけども、副社長といっても一人ではなくて、何人もバイスプレジデントがいるというような体制になってます。例えば人事のトップが副社長、技術系のトップが副社長、品質関係のトップが副社長みたいな感じですね。引き続き Google Nest では、CTO ですね、チーフテクノロジーオフィサー、技術系のトップについています。で、2019年にはパナソニックについに入社しまして、2020年に常務執行役員、でさらに暮らし事業戦略本部というところの部長も今歴任されているというところです。この経歴を見るとですね、かなり濃い経験をされてきた方なんですけども、主には IT、AI だったり、人の生活に関わるところですね、人体だったり健康だったりっていうところが強みとして持っているというような方です。で続いてヨーキさんの新サービスですね、今回パナソニックに入って初めてサービスを立ち上げましたので、そちらのサービスを紹介します。まずサービス名なんですけども、ヨハナメンバーシップということで、こちらはパーソナルアシスタントサービスと言われるものです。パーソナルというのが個人個人に、一人一人にっていうような意味で、で一人一人をアシスタントするサービスですね。で対象なんですけども、まずはアメリカからということで、ワーキングマザーですね、働いているお母さんたちを対象にしています。でサービス内容なんですけども、大きく2つやります。まず用事を入力しまして、で要アシスタントと言われる方が問題を解決すると。で要アシスタントとはチャットで連絡をしまして、でアシスタントは人間がやっています。で、こういうサービスって AI が自動でやるんじゃないのっていうのもあるんですけども、今の段階では専門家ですね、人間の専門家を用意して、その人がチャットで連絡して問題を解決する。例えば習い事、プールを始めたいんだけどどこのプールがいいとか、今日髪の毛切りに行きたいんだけどどこがいいとか、そういうような用事を入力して問題を解決していくというようなサービスですね。
で、料金なんですけども、サブスクになってまして、月々 1.6 万円となってます。で、自分は結構高いなと思ったんですけども、アメリカでこのパーソナルアシスタントサービスってもうすでに何個かありまして、その中ではかなり安い方みたいです。まあ、ただ、ワーキングマザーの中でもある程度稼いでる人をターゲットにしているサービスになります。で、テストももう終わってまして、1年間テストをして、まあ、いろいろ改善をしてサービスを立ち上げたというようなことになります。で、今後なんですけども、まあ、ユーザーに合わせた解決策の提案をしていくということで、まあ、どんどんですね、まあ、サービスを使ってもらってデータを貯めていって、この人にはこういう解決策は何個もあって、この解決策は一番いいよねっていうのを、まあ、どんどん精度を上げていくっていうのを考えているそうです。まあ、もちろんもっともっと浸透していけば料金が下がるということも考えられると思いますし、このアシスタント今人間がやっているのを AI に置き換えるっていうことも考えられると思います。最後におまけということで、パナソニックの関連動画何個か出してます。今回はヨーキーさんですね、中心にお話しましたけども、パナソニックはですね、意外に一回パナソニックを出てすごく濃い経験を積んで帰ってきた人なんかも採用をしています。で、その一人代表格ですね、樋口さんという方がいまして、この方はアップルだったり日本マイクロソフトの社長だったりを経験してパナソニックに戻ってきた方です。で、さらにはですね、2021年にパナソニック社長が変わりまして、その社長はどんな人なのかというような動画も撮影しています。で、さらにはパナソニック2020年度の決算ですね、まあ、今を見て未来どうなっていくのかと予想する動画になっています。よろしければご覧ください。本日の動画は以上になります。今日はパナソニック元 Google 社員ヨーキーさんの新サービス立ち上げというテーマでお話をしました。このチャンネルでは市場価値の向上に役立つ動画を配信しています。興味を持ってもらえたらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。